どうも、のっちん TV です。呪術廻戦ファンパレ動画やっていきたいと思います。今回の動画はレベル上げ効率、そしてイベント効率、どこ回ればいいか、周回、戦力上げの効率まとめやっていきたいと思います。ということで、まずはじめんですが、いろいろですねファンパレの動画上げております。気が向いたら登録してほしいなということなんですけれども、今回ですね以前に上げた動画でもその効率アップの裏技などをですね検証も交えて言っておりますなんですけども、これねもう結論から言った方が分かりやすいとかね、早く結論言えよみたいになるので、なんかその検証部分いらないかなと思ったんで、今回結論からいきます。なので、よければですねその結論に高評価ぜひとも押しといてください。忘れずにね、高評価ボタン無料で押せるんで、ポチッと押しといてください。はい、ということで今回結論なんですけども、結論やでということで、まずですねどこ回ればいいかはですね、大東仏戦、こちらのソロキャンのイベントを回れば OK です。でこれの話なんですけども、結論を言うと経験値効率もいいです。なのでここ今回ね、あと1日何日2日ぐらいあるんですけども、それをですね回っていくのが江戸ということになっております。ちょっとエセ関西弁混ぜていきます。で回るところどこがいいかというと、欲しい素材があるベリーハードで OK です。ちょっと見ていくとですね、これどれ行こうかなって、今回ゼロがあるんですけども、今回こっちでいいよと話をしていて、回るところにどこにするかっていうところは、ここのドロップ素材の足りないこの金の素材があるところ、そこを回っていってください。そうするとキャラのグレードアップにもつながって、戦力レベルも上がっていくという感じです。はい、であとはですね効率アップの技がありまして、これが、まあ、前回の動画でも言っていたところなんですけども、各ボスにレア呪霊がいるか1回覗いてみてください。それはですねやるとき最初でもいいです。最後って言ってたのはですね1回やればいいので、最後にやってもいいですし、1回はどっかで見てほしいので、最初にやるか最後にやるかというところで、それを見るんやでという感じです。であと1回見たら OK です。1回見たらあとはオート周回、オート周回でもレア呪霊は出る可能性はあります。なんですが、1回見ないとですね AP 消費なしでこのゲームはねレア呪霊がいるかを確認できます。まあ、それを言っていてですね、1回ここ入ってないステージあれば全部まず覗いていって、そこにレア呪霊がいるかは AP を消費せずに、そのね戻るボタンを押せばここのスタミナを消費しないので、無料でレア呪霊抽選を受けれるので、まあ、全部のボスもし時間あればですが、ここをね覗いてレアいるとこがあったら、そこも取りこぼさないようにするという感じです。ちなみに補足で言うと、ハードのところでもベリハと別の抽選をしてますので、もし時間に余裕があればハードも除いてレア呪霊いるかなってやっていくとですね、いる場所をやるとそれでお得になります。なんで結論はですね、これ1回その覗くのをやらないとですね、今回その AP 消費なしで確認できるんですが、それを取りこぼすことになるとレア呪霊400ぐらいね、結構大きいね、損するっていうところになっているっていうことです。はい、なんでこんな感じです。1回ね確認するとお得というのが結論です。はい、でこれが結論部分で今回の動画なんですけども、あとはですねここの経験値効率いいよっていう話、これをやっていきます。ちょっと関西弁できなかった、俺ちょっと関西人じゃなかった。はい、で経験値効率の話ちょっと見ていきます。でこの話なんですけども、今回 AP スタミナを使っていくにあたって、このオレンジの玉が取れる修練の大クエスト、この経験値クエストを回るのか、もしくはソロキャンのハードにスタミナを使うのかっていう比較ができます。でこれもですね動画で撮ってね、その流れで見せることもできるんですが、結論でいくとこんな感じです。まず両方100スタミナ使った場合ですね、まずは大東仏戦どうなるかというと、まず、元々の経験値ね、ここからスタートしていますよということで2万ちょいあります。そこからオートを募集していきます。そうすると100スタミナが減るっていう感じですね。で結果がですねこのようになります。5周完了しましたとなるとですね、こんな感じになっていて、レア呪霊はその5周で 20% の確率でレア呪霊が出てくると、平均的に1回出ます。その1回を引くと400もらう、プラスあとは周回分もらうことができます。ここはですね一応ボーナスによっても変わるので、これよりちょっと少なくなるとかは、そのボーナスによってねちょっと調整計算をしてください。で他にもですね、ここの金の素材とかももらえたりね、まあ青とか JP もあるよっていうところ、これがですねスタミナ100使った場合です。そしてそれをですね、もしこの全部の素材が取り終わった後、これがですね無限に取れます。これはまずここにねあと何回という書いてるね上限がある素材もあるんですが、ここは上限がないので、余った素材、まあ、金にするよりはこっちにするかなっていうことで、これに全突破した場合の経験値というところの換算をするとですね、そのレベル上げ戦力上げのね効率が割り出されます。
そうするとですね、まあ、これはボーナスもちょっとあるパターンですが、結論言うとこれを全部変えてさっきのね取った分変えるとですね、まあ、ここだと12万ぐらいのこのねオレンジの経験値が入ってるということです。もちろんボーナスで変わるんで10万ちょいとかね、そんくらいは入るよっていうところ、11万12万ぐらいかもしれないですけども、そこは皆さんのボーナスによります。はい、でそれを見てもらってですね、さらに次ですね、こちらの経験値クエやった場合です。経験値クエは、普通に100スタミナは10回スキップするとこんな感じで分かりやすいです。でこれが報酬なんですけども、まず一応あるのがここね、99999ってなるので、ここから10周すると無駄になるって思っちゃう方がまあいたりするんですけども、ここはプラスなので別にここは、表示上さらに入っているんで、ちゃんと入っているので大丈夫です。はい、その補足はいいとして、どうなったかというと、まあここはですね1周あたりそのね1万ぐらいね入るので、さっきの最後のところからさらに10周するとここからここになってですね、だいたい12万ぐらい入るという感じです。なのでこちらでも12万得られますが、同じ100スタミナを使うのであればこういう風な比較になりまして、これが経験値クエスト、今見た通りね12万入るんですけども、そんで JP がこれまあ切り上げたりすると900入りますっていうのが、これが 100AP 使った場合ねなんですけども、ソロキャンに使うとここはボーナスによりますが、まあ、12万弱の経験値、これを全部経験値に振った場合ですね、プラス、ここにね JP 2300JP、 そしてこっちは 900JP なので、 JP もこっちの方が美味しく、経験値はあまり変わらずっていう感じ。そして青も800ここに入っていて、さらにグレードの金素材とか、まあ、銀も含めですがここは取れるので、つまり最初に言っていた結論の通り、この大東仏縁で A でって言ってたのがここなんですけども、こっちを回る方が戦力とかそのねレベル上げをしたい時でも、こっちを回る方がいいというね結論に至ります。なので今ですね、ここ回れる時のスタミナでもしこの経験値クエをやろうって考えている場合ですね、まあ、オート周回にはなるんですが、こっちにねこっちのベリハをですねオート周回ポチッと押しておいてね、寝るとですね、その分経験値と、さらに JP やグレード素材の金とかね、それが多く入りますので、こっちを回る方がいいということです。まあ、ここがですね今回の動画で言いたかったところなので、ぜひとも参考に、レベル上げ戦力上げしてみてください。はい、であとはですね今回の、ゼロイベントもあります。ゼロイベントについてはですね、今回なんかほぼ雲だったので、まあ、解説は雲と同じようにやったらいいかなという感じです。まとめるとですねこんな感じです。こっちは簡単です。もう雲と同じなので、まずやっといてほしいところはイベクエハードの消化やってください。それがこれで残り、3回、ハードの方は普通に美味しいので、まずはここは全部スキップもできますので、これは日課みたくね全部消化していきましょう。そしてボス行くんですけども、ボスもですね前回から、まあちょっと優しくなったかなぐらいで、回るところベリーハードで OK です。まあ、もしめちゃくちゃ始めたてでベリハが4回かかっちゃうんだったらハードでもいいんですけども、ほぼベリハでいいです。まあ、これも結論だけ言いますが、まずベリハ2回でいけるならもう絶対ベリハでいいですし、3回でもベリハでいいです。そっちでもなんか途中の報酬も入ったりするんでね、そんなに効率変わらないので、全部ベリハで OK というのが結論です。あとはですね実際やってみてというところで、私も生放送でも見せていますが、まあ、雲より簡単になっています。でそれがですね雲が硬すぎたのもあったんですけども、2つ要因がさらにありまして、今回影属性が弱点です。でガチャも影属性なんですけども、ガチャのキャラが別に必要なわけではなく、五条先生がやっぱね最強が影属性なんで、それ五条先生入れれるので、その分簡単になっているというのがあります。他にはですね、あとは俺たちが成長したっていうのがあって、やっぱり皆さんもですねレベルとか戦力とかが上がってきているので、今回ね、まあ、イベント簡単だなって感じた人もまあ多いかもしれないです。あとはですね報酬多いしので、そのねハードの消化は忘れないようにやっていきたいところです。一応確認していくとこんな感じですね。このゲームめちゃくちゃここは良くて、今回ねマキさんのキャラの方も貫突までできる配布がありますし、ガチャチケ入ってますし、回想残滓も入っているとかね、こういうところでやっていきましょう。スキップするかって言われると、まあスキップしなくて OK です。ここはまず数が少ないので取り切れる。ここはスキップしてもいいですけど、まあジュエルとファンパレチケ取ればスキップしても OK です。ただしもう結局ですねスキップしなくていいのは、ここがですね1000入りますので、
まあ、スキップして最後行ったら500なので、じゃあ1000の方が、まあ効率いいんで、別に全部回し切りで OK です基本的に。はい、それプラスあとは取っていきたいところで言うと、まあ、もちろんファンパレチケットとかになってきて、スキル上げも取ってこれも取ってですね、やっていくというところです。あとは現役メダルもいいよねとか思うんですけども、いやめちゃくちゃいいのここっすよね。私はまだまだこれ回せるんですけども、これ階層斬首のオールマイティ突素材、他のゲームで言うとその二次結晶とかみたいな感じとかね、オールマイティの突はやべえだろみたいな感じで、これがですね無料で配布される数も結構ねちょいちょい配られていて、今ね溜まってる人もいるかもしれないんですけども、これ使っていいですかって質問多いんですけども、また動画にそれがコメントあれば、このコメントがあったらまたね動画にしたいと思いますが、これも配られてめちゃくちゃ優しいゲームだなと思っております。で結局ですねイベント期間まあまあありますので、10回目とかに到達して、あとはですねここら辺取っていくって感じになるので、全て回し切りで OK、 報酬美味しくてありがたいよねということが結論です。でなんでですねゼロイベントについてはほぼ解説するところは雲と同じなので、こういう風にやっていきますが、参考にしてほしいところはここなのでですね、もし戦力レベル上げを効率よくやりたい場合はぜひともこれを参考にして、私のチャンネルもよかったら登録してください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。いろいろですね動画上げております。新ガチャの解説、性能解説とかもねこっちに上げていますし、まあ、今後もですねちょっと期待していきたいなと思っているので、頑張っていきましょう。実際ですねトゲもね推しなんで私欲しいんですけども、まあコツコツちょっとね長いんで今回もね、やっていくのがいいかなと思います。それでは最後までありがとうございました。最後に良ければ高評価ボタン、そしてコメントを残していってください。ありがとうございました。のちん TV でした。また次の動画でもお会いしましょう。またな。バイバイ。